こんにちは。アニバーサリーイヤーの始まった三山ひろしさんはコロナ禍の中でできることを模索し、ファンに様々な形で届けてくれています。今回はその第一弾の企画として行われた新たな試みが話題になっています。ぜひコメント欄にあなたの感想をお寄せください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。今年でデビュー15周年を迎える三山ひろしさん、聴く人に元気を与えてくれる歌声で日本中に力を与えてきました。日本はもちろん、世界中がコロナ禍に見舞われ、演歌会もショーや公演が全くできなくなった時期にも、三山さんならではのさまざまな取り組みをいち早く打ち出してきたのも三山さんです。未曾有の感染症に見舞われ社会が混乱する中、3月にはすでに YouTube で得意のけん玉を期間限定配信する春休みけん玉教室、本日の宿題は収録公開。感染拡大を受けて自宅待機する子どもたちにけん玉の楽しさを伝えるというこの動画は、毎日1本ずつ宿題としてさまざまな技を発表していくというテーマのもので、土壌すくい、竹とんぼ、小指姫、ひっつき虫、止めけんという技で、どれも難易度が低く楽しめるものを選んだそうです。子供たち向けのバラエティ色が強いと話した三山さん。誰でもできる、声を張ったりシュールでもあるけど楽しめる、笑える、鬱憤を晴らせる、いかに楽しくやるか、そこがポイントです。動画の中でも私は 120% の勢いで、ひろし 120% でテンション上げてやっていきたいと笑っていました。 SNS にハッシュタグ三山ひろしチャレンジのハッシュタグで投稿してもらい、優秀者にはけん玉グッズをプレゼントする企画も同時に行い、自身も出演するコンサートなどの中止や延期を余儀なくされ、高知県代表として選ばれた聖火ランナーも五輪延期によってなくなるなど、大きな痛手をかぶりながらもできることを模索してくれたようです。さらにはウイルスの拡散防止を子どもたちに向けて発信する動画を市川由紀乃さんとコラボレーションする形で配信も行っています。市川さんが手洗いやうがいの大切さを訴えるため、子ども向けの健康管理の啓発ソングを作れないかという提案によって始まったというこの企画、除菌温度という歌を作り、温度だけに男性歌手と歌えたらと三山さんに依頼することとなったそうです。三山さんも日頃から市川さんと何か一緒にできたらと思っていたそうで、レコード会社の垣根を越えたコラボとなっていました。同曲は浴衣バージョンや人気漫画「鬼滅の刃」の主人公の兄弟の格好をした「鬼滅の刃バージョン」などが四週連続で公開されていくようになっており、コミカルな歌も含め親子に話題になったようです。手洗いうがいが大切なことは分かっていても、つい忘れてしまっている時もあると思います。この歌を通じて除菌の習慣化が医療関係者の皆様の助けになればいいなと思いますと話した三山さん。プライベートな自粛生活も元から多趣味な三山さんにとっては趣味に没頭することができる良い機会ともなっており、祖父から影響を受けているというものづくりなども言っていたようでした。その内容もけん玉の特訓やカブトムシ飼育、裁縫、コーヒー焙煎など多岐にわたり、プラモデルはメッキまで再現したり、クリアなパーツの曇りを防ぐ加工を行ったりと非常に本格的で、コーヒーについても自身が講演も行ったブラジルからパカマラという木豆を取り寄せ自分で焙煎して飲むほど、裁縫については自宅にある布の端切れを活用しミシンで
不織布マスクのカバーを作ってもいるなど、多彩な三山さんらしい、いろいろな趣味に没頭していたようです。普段はコンサートやキャンペーンで各地を回っており、自宅に戻るのは週1ペース。デビューから12年目で2ヶ月もお客様の前で歌わないことはこれまで一度もなかったという三山さんは、それを不安に思うからこそ、できるだけ一日のスケジュールをしっかり決め、さまざまなことをして忙しく動くことで不安を和らげていたんだそうです。朝は愛犬リリの散歩に行って、その後40分ぐらいランニング、身の回りの家事や自分の趣味の時間にも当てます。僕は趣味が多いタイプですが、そうでない方も普段の日常に一つでも興味を持つと、家の中でも楽しく過ごせると思います。忘れていた場所の掃除をじっくりするとか、庭の手入れとか、自分の中で達成感があるものを見つけるチャンス、今こそ日常にアンテナを張ってチャレンジするのはいかがでしょうかと呼びかけていました。少しずつウィズコロナの毎日に社会が慣れ、対策なども確立されて、三山さんたちも講演を行うことができるようになりました。まだ声援などはできなくても、訪れたファンたちは拍手や手拍子などで力の限り応援をしています。デビュー15周年という節目の年を前に、紅白も有観客開催され、多くの人々の前で楽曲を披露できた三山さん。もちろん恒例となったけん玉のギネス記録挑戦も行い、見事に126人が大成功。夢追い人の披露中にチャレンジが終わらない光景も見られましたが、プレッシャーの中で三山さんを含めた全員で大皿に乗せることに成功しました。ゲスト審査員からも大絶賛だったこのパフォーマンスを終え、いよいよアニバーサリーイヤーに突入した三山さんは、早くも新曲「どんこ坂」をリリース。また今年はデビュー15周年の記念企画を多く行う予定だそうで、18日にはその記念すべき第1弾が行われました。それは東京浅草ビューホテルで、三山さんがホテルの支配人に扮したファンにおもてなし体験を提供する、三山ホテルへようこそというものでした。広し164ということで、ファン164人が参加。三山支配人がお客様たちを出迎えると、食事タイムではシェフ三山としてローストビーフを提供すると、ショーでは人力車で会場入りし、新曲「どんこ坂」など全7曲を披露。コンシェルジュとなっては浅草の観光名所を案内し、抽選会、写真撮影会などなど、まさに七変化の大活躍。コロナ禍にあってイベント自体がなかなかやりにくい中で、なんとかしてできるところからやりましょうということで、ホテルさんのご協力をいただいて、今回こういった形でやらせていただけたことがとっても嬉しかったですし、新しい一歩が踏み出せたんじゃないかと振り返った三山さんは、ホテルに携わる人々のホスピタリティを学び、歌の世界でのおもてなし精神を学ぶことができたと言います。今後についても形はまだ決まっていないのですが、15周年は結構イベントが目白押しなので、今回この三山ホテルで学んだホスピタリティを生かしてまして、15周年を迎えた三山ひろしをいろんな形で楽しんでもらえたらと思っておりますので、ご期待いただければと意気込んだ三山さん、今年を通しての活躍から目が離せませんね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。